久保さんまた聞きましたよこれ吉谷拓郎様はいこれ3回目ですね久保さん時計僕インスタやってるじゃないですかあの 宣伝してほしいと。3回目です。すごないですか僕、あの、時計のね、写真とかほとんどアップしてないですけど。まあ、3回目です。<laughs> 3回も時計もらいましたね。そんな時計あっても昭和しゃあねえやと思いますけど。そう、時計もらいましたね、まあ。まとめると、情報発信してるとものすらもらえるよっていう。 僕は写真という情報をね、インスタでアップしてるわけですよ。もちろん、あと文章もちょっと書いてますけど、文章って言っても一言二言ですけど、あの、物をもらえるっていうね。何なんですかね。これ定価2万なんで売ってるんですよ。で、僕3本もらってるんで、もう6万ですね。だから6万もらった方法にしましょうか。6万円もらった方法。あの、写真という情報をアップしてたっていう。 6万をも、もう、も万円もらった方法。いいっすね。これ書いとこう。6万円もらった方法。だけど、あの、ただなんですよ。僕、インスタグラムただじゃないですか。うん。ただなんです。だから、つまり、ただで6万生み出してるわけですよね。普通の人は、お金を払って、これ買わないといけないわけじゃないですか。これ、時計ね。 もうタダでもらってます。うん。で、まあ、宣伝してくれと。しかも宣伝費用も0円です。だってインスタでまた投稿するだけなんで。<laughs> ね。まあ、確かに、まあ、カメラありますよ。カメラ、あの、うん、一眼レフカメラありますけど、ただそれは僕ね、インスタのために買ったわけじゃなくて、動画の、動画で買ったんで、 基本的にインスタグラムは今4000枚以上投稿してますけど、うん、多分4 4ほぼ4000枚は4000何枚だ今の多分3000枚以上3000後半もうずっとスマホですスマホのカメラですまあ一眼レフ買ったのが1年前ぐらいなんでそこからちょいちょい一眼の写真もアップしてますけど基本メインはあースマホでした iPhone です iPhone 持ってませんスマホ誰でも持ってますよねそのカメラです。それでインスタの写真アップしてました。はい、どうでしょうかねうん。だからまあ本当ね、まあ情報っていろいろな情報があるんですよ。写真の情報もあるし、映像っていう情報もあるし、その言葉、まあこのトークという情報もあるし、文章っていう情報もあるし、てかもう情報だらけじゃないですか。うん。まあそれが形を変えてるだけであって、インターネット上でね。 でもインターネット上で表現できるものって写真、文章、動画、音声、この4つぐらいしかないので、それやればいいんじゃないですか。<laughs> うん。だからこれをね、まあ久保さんも言ってましたけど、昔はやっぱね、その情報を個人で出せる媒体がなかったわけですよ。まあ動画もそうですよね。こんなね、僕も本数いっぱいやってますけど、こんなできないんですよ、昔だったら。 自分でサーバー契約して自分でね、こう、管理していく。もう余ほどじゃない無理ですよ。うん、サーバー費月に100万ないとダメじゃないですか。僕の容量だったら。うん、今それタダですからね、うん。ライブ放送も無料でバンバンできるし。時代は変わりましたんで、このありがたい時代に生きてるのにも関わらず、 うん、ありがたいことを使わないんだったらありがたいような人生にはならないですね。いっってらっしゃい